你好，我是鸟池，这台是阿托瓦对接飘碎半年了，我这边麦克斯叫我唱你这边就跑了，手一起就他是不要掉，是的是个地会是有无机的作息，对不起，记得你从大内地到我的这边广场。欣赏陶青的一天啊，列车七九广场转线，就是七月九八四年的地方，对不起。到了目的地，谢谢你。すげえ楽ちん。クラッチがクソ軽いなこれ。はい、今ですね川崎プラザさんからですね、今この Z じゃないよ、川崎プラザさんから忍者400、台車でお借りしました。いやね、久しぶりにね違うバイクに乗ってるんですけども、すごくねこの忍者400運転がしやすい。ライディングポジションもハンドルがアップハンドルだからですかね、すごくね楽な姿勢です。 6R と比べても全然楽です。で 400cc あるからか、今ゆめこさんとタンデムしてますけども、全然ねあの走りに関しては問題なしです。もう日常的なこの60キロ50キロあたりは何のストレスもなく走っていけます。これはね売れるな、すごく楽だな。普段多分3速ぐらいで十分な力がある。なんか言った？あ、今撮影してるだけでね、今この姿勢なんですけども、ライディングポジションが私が以前乗っていた R3 と比べると若干ねあのハンドルが上にはついてるっていう状態です。でライディングポジションをこうよりスポーティーなイメージで乗るとなると R3 の方がいいのかもしれませんけども、ただね楽は絶対楽ですね。 R3 もねそんなにねあのきつくはない楽なポジションにはなってるんですけど、スポーティーなライディングポジションで乗りたいなら R3 いいと思います。ただね決して忍者400がねそんなにスポーティーなイメージないかといったらそうでもございません。十分ね走ってもいいとは思いますし、このライディングポジションも、まあ、スポーティーに走る、ね、タイミングってそうそう、ね、ないとは思うんですけども、本当ねこのライディングポジションが楽なのがいい。これだったらね本当ね長距離ツーリング行ってもそんなに疲れないんじゃないでしょうかね。あとはやっぱり低い回転域でのこのトルクの低い回転域でのこのトルク、やはりね以前乗ってたその R3 と比べてしまうんですけども、 R3 でも遜色はないんですが、やはりこの320と400との排気量の差が若干感じるかなっていうのは思いますね。いやー乗りやすくていいなー。今ねここの通りを今時速50キロで巡航してるんですけども、大体そうするとギアが3速で回転が4500回転ぐらいで、もう全然振動もないですし、普段のこういう50キロ制限の道路でしたら全然快適で、仮にこれが高速になろうが多分ギア比の関係でそんな高くないんじゃないかな。 6R に比べたらもちろんすごく断然楽ですし、R3 と比べても楽。どういうライディングポジションが好きかっていうのもあるんでしょうね。なんだろうな、極論言っちゃうとね、なんだろうな、カブ違うな。あ、でもあれかな、 CB とかに似てんのかな。最初に買った CB125R のあんな感じかな。でもあれよりかは前傾なんだよな。あ、でもあんなもんかな。
まあ、とにかくねこの忍者400運転も楽だし力もあってその点も楽だしで今こうやってタンデムしてても十分走るっていうねそこがねいいよ。はい、今回は試乗動画です。川崎忍者400何年式かは分かりません。本日川崎プラザ豊橋店さんから台車でお借りした車両となります。久しぶりにね 6R 以外のバイクを乗りましたけどもこの忍者400のシートの低さ、ね、6R と比べてだいぶね乗りやすい車両となります。あとはねこの起こした時のこの軽さだいぶ軽いです。でここのハンドルの位置楽なポジションとなりますね。以前乗ってたね R3 と比べてもだいぶちょっと楽ですかね。 R3 よりもちょっと高いかなと思います。 6R と比べればだいぶね高さがあるので無理な姿勢ではなく、運転は可能となります。こちらのアナログのタコメーターにデジタル表記のスピードメーターですね。だいぶね軽いので運転はすごくしやすい。シート高が800ミリ切ってますのでだいぶ楽になりますね。私の身長が178センチ、今ちょうどね両足ベタ踏みです。ちょっとね膝も曲がれる状態ですね。だいぶ楽に支えれますね。でウィンカーバルブはね後ろは相変わらず通常のハロゲンのバルブですね。フロントも、こういうビルトインタイプっていうのかな、これもハロゲンバルブのものを使用されてますね。 LED のはヘッドライト、あとハイビームですね。ブレーキランプも LED ですね。いやさすがここにプリロード式っていうのかな。はい、ではですね忍者400フロントタイヤ110-70R17、もちろん ABS 付きでございます。フロントは整列フォークとなっております。でリアはね、150-60R17 となります。まだねこの車両が新車下ろしたてなので距離も300キロもちょうど超えたぐらいなのでまだねタイヤのこの新品のなんだこの跡ついてますね。で後ろにはですねこういう風な引っ掛けるフックとかこういう2掛けフックですかねがついているのでいざという時の積載性も良さそうです。はい、でこちら忍者400ですけども、どうしてもね今まで乗ってきた R3 そして、今乗ってる 6R と比べてしまいますけども 6R と比べたら断然軽いしシートのポジション、ね、あとはハンドルの位置と運転する姿勢はすごく楽にはなっております。で R3 と比べてもですねハンドルの位置は R3 に比べて若干高いぐらいですのでこちらの方がロングツーリングの方は疲れはそうならないでしょうと思います。エンジン自体は 400cc あってですね、48馬力だったかな、まあ、十分の力はあるので、ここまでねタンデムできたんですけども、何が、力のなさを感じることはなく、十分ストレスなく走ってこれます。あとはこの忍者のねこの顔ですよね。でこの顔が嫌いな人もいれば好きな人もいるっていうようにね正直他の R3、あとはホンダの CBR400 とありますけども、まあ、CBR400 は乗ったことないので何とも言えないですけどもただまあ同じように乗りやすいいいバイクだと思うんです。この辺はもう正直見た目の違いでもデザインで選ぶところにはなると思うんですけどね。この鋭い顔がちょっと私としては好みですね。めっちゃとんがってるもんねこれね。ではね今日初めて、自分のこの 6R のこのバイク以外の、車両をちょっと乗ってみました。たまたまね点検で貸していただいた台車忍者400でした。すごくね乗りやすくてねこれならね SSTR の時でも全然疲れず
走り抜けれるんじゃないかと思うぐらいの楽なポジションでしたね。さあ今回はね、こちら忍者400の紹介をさせていただきました。今回の動画はこれで終了とさせていただきます。では次回の動画でまたお会いしましょう。じゃあねー。